こんにちは、ラブライブラジオ課外活動へようこそ。矢沢にこよく徳井空です。星空凛役飯田里穂です。小泉花代役久保ゆりかです。アイドル活動を通じて自分たちの通う学校を盛り上げようと頑張る9人の少女たちのストーリー、それがラブライブ。この番組はそんなラブライブのことをより広くの人に知ってもらうために、私たち3人通称ニコピンパナが全力体当たりで頑張る部活系アイドルウェブラジオです。皆さんもラブライブの一員になったつもりで一緒に番組を盛り上げてくださいね。はい、というわけで、11月半ばさやぞ、15日平和ですね。はい、ね、あっという間やね。なんか ねもう寒いもん、コートがない。本当だよ、寒い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 と言いながら生足は出してるじゃないか君は。あれなんでだ君は。でも足首出てるよ。出てる。寒い。寒たけ。そう。寒いよね、若干ね。分かってないね、寒さを。そうなんだよね。いやー、いろんなことがね、ありましたよね。うん。うん、そうだね。早いけどこんな話するのまだもうちょっとね、1ヶ月ぐらいあるけど。いや、でも早いけど。月1だからさ、今から振り返っていかないと。そうだよ、うん。結構大変だよね。そうだね。前期はもう振り返っていい感じだもんね。そうだね。じゃあちょっと前期振り返ると。神谷、何あった？あれがあったじゃん。ほらライブ。ライブあったわ。そうだわ。今年の初めですよ。そっか。ね。去年のことのような気持ちだね。なんかね。ライブあったね。うん、あとは？で、あと何やった？そこから。時はたち、今日の日を迎えることが無事で、ね、おめでとういやでも意外、なんかさ、すごい今年はライブをいっぱいやったからさ、うん、あんたブシロードのカードゲームライブも出たし、そうだね、アニサマも出たし、電撃も出たし、ね、ね、なんか盛りだくさんだったね。なんかね、今までで活動良かった ね、うん、でなんかアニメ化の発表もしたりとかで、いよいよっていう感じの11月ですよ、はい、はい、というわけで今月はですね、なんと21日もうすぐですね、ミューズファーストラブライブのブルーレイと DVD が発売されます。へー、ね、見た？え、まだ見てない？まだ見てない。あ、本当？中身は見てない。そう、そう、私もね今日帰ったら見ようと思ってるの、うん、今ねちょっとスタジオに来ました。そうなんです、中身のなんかブルーレイと DVD の両方ともちょっと持ってきていただいたんですけども ね、みんなすごい笑ってるね、輝いてるよね、すっごい輝いてるよ本当ね、どの瞬間なんだろうって思うぐらい笑ってるね、ねえ、ないもん、ね、これブルーレイで見たらどんなことになっちゃうんだろう。いや、やばいよ。そうだよね、光る汗がね、ね、だいぶ光ってると思うけど、キラキラしてるだろう、ね、うん、嬉しいね。でも本当に、ね、そうだそうだよ。それが発売した11月21日の発売イベントが11月24日にね、うん、ちょろっとあるから。そうだよ、あるから。あれだ、上映会するんだっけ、みんなで見るのかな、何やるんだろう、なんかなん、ね、お楽しみってことで、お楽しみ会するんだよねそうそう、楽しみ会するからね。しかもはなんか20日もなんかからなんか始まるんでしょ、なんだっけ、秋葉原ゲーマーズ本店さんで、はいはいはい、うん、ラブライブファーストライブ映像発売記念の衣装展を開催されるそうです。衣装展すごくない？すごいね、衣装展みたいな、なんか衣装に変わっちゃうけど、イベント内容は写真パネル&衣装展示、うん、そしてイベント開催時などの関連グッズや告知物の展示、うん、そして関連商品の販売、うん、コメントボード兼人気投票ボードなどですよ。ここ20日から、うん、結構やってますね、12月の9日までやってます、うん、なるほど。ね、衣装店って私が着たさ、服がでしょ、服が展示されちゃうわけでしょ、ね、うん、恥ずかしいね、なんか、いや、ね、恥ずかしい、ちゃんと洗ってやるから、そこだよな、なんかそこだよね、洗ってもらえてるかな、洗ってるって今、洗ってるよかった、よかった、ったね、いっぱい着たからね、そうだよねファブリーズ持っていかなきゃいけないとこだったよね、あれはね心配になっちゃうよねそっか、盛りだくさんだ ね、発売に向けて。そうだ ね、イベントもいろいろあるみたいなので、ぜひぜひ DVD ブルーレイだけじゃなく、そちらのイベントもね、うん、ぜひ参加していただけると嬉しいです、うん、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブラジオ課外活動スタート。ラブライブラジオ課外活動ニコリンパナ、この番組はランティス、サンライズ、電撃ジーズマガジンの提供でお送りします。ラブライブラジオ課外活動ニコリンパナ、はい、まずは
ラジオを聞いてくれている部員の皆さんからのお便りを紹介するラブライブ員活動報告のコーナーです。早速お便り紹介しちゃいましょう。はい、じゃあまず僕読みますね、ラブライバーネーム白心さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。そらまるうりっぴーしかちゃん、こんにちは。こんにちは。電撃ミュージックライブ参加しました。まさかの大鳥、お疲れ様でした。まさかの大鳥で体力がギリギリでしたがラブライブの出番になって、目の前のステージにみもりんとリッピーが下から上がってきた途端、テンションマックスになって乗り切りました。もうすぐファーストライブの DVD& ブルーレイが出たり、ね、来年の年始にニューイヤーライブだったり、初春はアニメで大忙しですが、これからも応援していきますので頑張ってください。ちなみにすでにニューイヤーライブのチケットは確保しました。ありがとうございます。でもう一つ、ライブのお便り来てるので読ませていただきます。はい、ラブライバーネーム大外一輝さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。そらまるさん、りっぴーさん、しかこさん、こんにちは。こんにちは。電撃ミュージックライブお疲れ様でした。ありがとうございます。一体ミューズはどのくらいで出てくるかなと思っていたらまだまだあれまだそしてなんと鳥で登場。曲もシングル4曲披露して大満足で、年始ライブがより一層に楽しみになりました。ではでは、というわけでありがとうございます。ありがとうございます。いやー、あれもうすごい大舞台だったよね。大舞台だったね。ね、うん、ね、すごくない？すごい。すごくない？すごくすごくない？すごくない？だってトロッコみたいなのさ、そう、乗った乗った。私乗ったの。乗ってないんだけど。乗ってないんだけど。乗ってないの？嘘でしょ。乗ってないんだけど。それはないわ。走っただけなんだけど。嘘、いいの？乗ったよね。楽しかった。嘘、うん、いいの？結構怖かったよでも。そうそうそう。なんかそうだよね。柵が前後しかなくて左右はなかったから。体感スピードすっごい速くかかって。そうそうそう。しかもね、割とちょっと手振りとかねつけつつ、ね、そう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 、乗りでやったからね。そうそうそう。もう手すりから手は絶対離さないでくださいみたいな。初体験ですよ。誰かが心配して言ってくれたから分かりましたって、私こうずっとね握りっぱなしだった。でもなんか花道をさ、ああいう風にさ通れるってさ、お客さんと近いじゃない。そう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 、いいね、すごい、すごい、ね、なんかお客さんをほとんど見回せたって感じだった、うん、そう、すごい見えたし、ね、友達たちからもこのさ上はさ、あの2階席の一番前の人とかもすっごい近くて、うん、手つなげそうなぐらいだった。そう、手つなげそうだった、めっちゃ目合っちゃった、あれトロッコ乗ってないんだっけ。トロッコね乗ってないんですよね。あ、そっか。あれ、なんで、なんで私トロッコ乗れなかったんだろう。なんでだろう。シカゴだからだよ。嘘、マジ。じゃあやめますよ。なんでダメ。そうそう。でもさ、あとさ、すげえと思ったのがさ、あの、最初、エミツンが登場したさ、センターのさ、うんうん、丸いところ、うんうん、あれが、おーってさ、上に上がったじゃん。上がった。あれすごくない？すごいね。あれ感動しちゃった。感動するね。あれすごいかっこいいと思ったの。ねえ。ね、超ね、あ、アイドルみたいって思った。ね、思った思った思った。ね、すげえすげえすげえと思っちゃった。ね、すごかった。なんか、すごかったね。毎回ね、なんか、うん、いろんなライブやらせていただいてさ、うんうんうん、毎回違うよね、なんか。違う。そうだね。面白いだから。面白いね。ね、楽しかった。面白かったね、あれね。トロッコとかもすごい。そう、トロッコとか。ね。楽しみだね、今後もね。そうだね、うん、またトロッコあるかもしれないしね。スター乗れるといいね。本当、うん、これで乗れなかったらどうする。ちょっとそれはやだ。一人トロッコ一人でいいよ。一緒に乗ろう。めっちゃゆっくりじゃない、今の音しかも。低めのやつだね。あ、なるほど、ね、はい、ぜひぜひ年明けのライブもこう楽しみにしていてください。はい、というわけで続いてお便りいっちゃいます。はい、ラブライバーネーム、解決砂ずきんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。しかちゃんにピーソラマル、こんばんは。こんばんは。リコリンパナのテーマソング、通勤中の電車で毎日聞いていますよ。あ、ありがとうございます。Listen to my heart はスタンダードな曲調で、うん、ラジオのオープニングナンバーにぴったりですね。そう、もうゆりかもめのて5号の部分はその発想はなかったとしか言いようがありません。うん、ピッピーがね、対してアフタースクールナビゲーターズですか、うん、お腹痛いわら、まさかのラブライブでメタル、うん、しかもメタルと思わせといて、歌詞はただの放課後の買い食いという凄さ、うんうん、これからも素敵で楽しいラジオトークとラブライブの楽曲を楽しみに待っていますね、うん、PS ラジオパートも出社時の電車で聞いていたのですが、あまりもの破壊力に笑い声を上げそうになる状態に陥りました。ひどい目に遭いましたということです。はい、続いてもう一つ読んじゃいます、はい、ラブライバーネームライブラーリンクさんかです。ありがとうございます。
皆さんニッコニッコニーニッコニッコニーニコリンパなテーマソング DJ CD 買って早速聞きましたよ。ありがとうございます。リスントゥーマイハートはまさにオープニングにぴったりな元気ないっぱいの曲でした、うんうん、そしてカップリング曲のアフタースクールナビゲーターズでは、うん、リスントゥーマイハートとは違いまるでメタルバンドでも結成したかのようなイントロから入り、うんうん、歌詞を聞くともしもニンコちゃんリンちゃんと花代ちゃんが放課後一緒に帰ることになったら帰り道こんな過ごし方をしているのかなと思うような内容でした、うん、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にねリスントゥーマイハートはさ可愛 いというか、うん、もうリッピーの、ね、そうだね冒険をさみんなで見守れて嬉しいよね。そうそうそう違うよね。リッピー可愛 いね。大興奮を語るよねっていうね。3人の名前入ってるけどさ入ってるんだよ。入ってるよ。いやでも入ってるんだけどみんなは割とささりげないじゃん。そうリッピーはね私もリッピーだからね、うん、あだ名入ってたからね。リッピーかわいいね。私がゆりかまめ乗ってるってことだもんね。そうそれをこうイメージするそうしてほしいね。ガタンゴトンガタンゴトンまあってゆりかまめみたいな大興奮を語ってる語ってるね。誰に語ってんだろうねこれね。なんだろうすごい二人がいつもねリッピーってそうなの、ね、ここのみやたらいじるからね。言いたくなっちゃうんだよね。なっちゃうんだよね、うん、聞いててもやっぱり何回聞いてても言いたくなるもん、うんうん、そうそうそうリッピーってって言いたくなるそうそんなところにも注目してこれからまた聞いてほしいな、はい、お願いいたします。はい、はい、では続きまして、はい、CD に関してこんなね感想も届いてるということで、はい、読ませていただけたらなーす。はいなのでは い, はいではラブライバーネームオクラさんです。ありがとうございます。サラマル氏リッピー氏シカコ氏おはこまんにちは。おはこまんにちは。こまんにちは。もう先日のリコリンパなテーマソング DJ CD 内のラジオを聞いたところ、はい、本当に面白くて、うん、配信されている放送を1回目から一気に全部聞いてしまいました。あらすごい。すっかりニコリンパなのファンになり、うん、以来毎日過去の放送を聞いています、うん、3人の会話はとても面白くて、うん、聞いていて笑わない回はありません、うん、今ではラブライブの中ではお三方が一番好きです。嬉しい。嬉しいね。嬉しいね。嬉しい。めっちゃ急に声低くなったやん。嬉しい。嬉しい。嬉しい。超嬉しいんだね。嬉しい嬉しい。最高級だ最高級。そっか。でもね、嬉しいね。それがきっかけで、ね、ラジオを今までの聞いてみようって思ったってこと、ね、他にもきっとたくさんいるに違いないよ。ね、そういう方が。うんうん、確かに、うん。あら、嬉しいね。うん。本当にこれはちゃんとそういうイベント的なものをやりたいね、いずれね。そうだよね。ずっと言ってる気がするけど、なんか野望の一つです ね、うん、空海ラジオイベント、うん、そうそうそう、ね、すごいね、やれたらね、いうのもあるんで ね、うん、そういう意見を書いてきてくださいっていうことで待ってます。そうですね、意見が来ないと、うん、皆さんからのお願いいたしますということで、リスナーの力が一番強いからね。そうだよ。お願いします。じゃあ続きましてお名前、ラブライバーネーム恋するポタージュさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコリンパナの皆さんこんばんは。こんばんは。早速先月放送のお知らせにあったベストアルバム予約しました、うん、ありがとうございます。しかも豪華限定版を思い切って予約しました。一番スペシャルなやつだね。うん、来年の最初の買い物はラブライブの CD とは縁起がいいものです、うん、そしてコミックス読みましたよ、はいはいはい、私はほのかと幼馴染たちのやりとりが好きです、うん、特に海ちゃんとほのかのすれ違いと仲直りはとても感動しました。わかるわかるわかるよ。しかしそっかもう読んだよね。読んだ、うん、読んだ。 あれでしょ、そんな剣道のことそんな風に思ってるとは思いませんでしたみたいなやつだよね。読んでないから。読んでる読んでる。本当読んでる。そうそう読んでる読んでる。今日途中まで読んだ。今日。なんで今日なの。11月15日。何収録に合わせてあ突っ込まれたら。今日は言われるわ。読んでこうみたいな。読んだね。読まれてるね。読まれてる。うん。で
もね、うん、うん、そうそう、コミックスなんかほんと続き気になるよね。気になるよね。早く読みたい。感動したし、ほんとに海ちゃんの世代。泣いた、泣いた。ね、泣いちゃったよね。ほんとに。ぜひぜひコミックスも今後楽しみにしていてください。はい、お願いします。はいはい、続いて、こちらは、前回話題になった、自分が推してるお気に入りのメンバーのことを何と呼ぶかに、なんとたくさんのアイデアが届きました。嬉しいね。ありがとうございます。前回出たのがあれですよね、ラブライバネーム紫ザメさんのラブキャラ、ということでね、今回のアイディアちょっと紹介したいと思います、ラブライバネームおにぎりさんからです。ありがとうございます。ラブライブ専用の推しメンに代わる言葉を考えました、推しメンとはファンの心をがっちりとつかみわしづかみしてるメンバーということで、わしメンもしくは、もしくはラブライブの中で自分が応援を担当するメンバーという意味を縮めた、ラブタン、ラブタン、ラブタンか、ラブタンか、言葉の響きも可愛いし、今女子の間で流行っていたり、ネットでは男子も使ってたりするキャワタン、ヤバタンなどの言葉と合わせて、私は何何今ねリッピー噛んだのかなと思っちゃった。どなんか、もう一回言ってみよう。ネットの、今女子の間で流行っていたり、ネットでは男子の間でも使ってたりするキャワタン、ヤバタンなどの言葉と合わせて、ヤバトン、ヤバトン、ヤバトン、ちょっとちょっと、ヤバトンは美味しいけどさ、今は違う、違う、キャワ、どうしたの、キャワ、ま、最後まで言わせて。ごめんごめんごめん、答えれ、ごめんね、まだあれから、お姉さんがついいじりたくなっちゃうから、そうだね、ダメだね、いくよ、はい、キャワタン、ヤバタンなどの言葉と合わせて、私のラブタンのニコにキャワタンすぎてヤバタンなどと使えば、ラブライバー同士で盛り上がれるんじゃないでしょうかということですよ。もう全然意味わかんなかった。冷たい、お姉さん冷たいよ。これは流行ってるんだよ。え、本当？そう。じゃあ一番の若者リッピーに聞きたいけど。え、知ってるの？使ったりしてる？そう、あのね、キャワタンとかヤバタン使うし、あと、ツラタンとか。え、なになになに？ツラタンっていうのはなんか辛い時とか、なんか、もう歩きすぎてツラタンとか。ツラタンは何ですか？辛いって言えばいいじゃん。え、辛いって言ったらいいじゃん。なんかね、使ってんの。え、タンって何何？え、何から来たのか知らないんだけど、いつの間にか、ツイッターとか結構タンって使ってる人多い。ほんと？タンがついた方が可愛いからみたいな感じかな。でも、男の子も使うんだよ。気持ち悪い。あ、ちょっと、ごめんごめんごめん。びっくりした。なんだろうね。そうなの、流行ってんの。そうなの。それを込めた意味でラブタンみたいな。へー。そう、ラブタンはいいけど、キャワタンとかはわかんない。意味が。ラブタンはなんだろうね。ね。そう、意味を教えてほしい。うん、それもじゃあ、ちょっとおにぎりさん送っていただいて。そうだね。はい。もう、理屈っぽいんだから。気になっちゃうんだもん。まあね。まだありますよ。いろいろ。ラブライブネーム、かまぼこさんからですね。ありがとうございます。ラブライブで応援しているメンバーの呼び名を考えました。一番ラブを注いでいるメンバーということで、ラブメンはどうでしょうか。シンプルですけど、使いやすいと思います。ということと、もう一つ、ラブライブネーム。健康一番、健一さんからです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ラブライブで一押しのメンバーのことを募集していましたが、ラブライブのお気に入りの部員ということで、ラ部員。ラ部員ですね。ラ部員というのはどうですか？俺のラ部員はニッコニッコ2位だぜみたいに使います、ということです。なるほどね。3つ出ましたね。そっか、あ、ラ部員。カタカナのラに部員ね、感じの。なるほどね。ラブメンね。私このさ、応援している、なんだっけ、一番ラブを注いでるっていう聞いた時にさ、ラブ注かなって思ったんだけど。違った。違うね、ちょっと、ね、違った。ラブ注。そんなに、あ、愛じゃなかった。ラブ注、なんか割とラブ注。かもね、かもね、絶対にね。逆に目立つかなと思って。なるほどね。考えてくれ。ラブタン、ね。わしめんはどう？わしめん、なんかさ、わしめんだね、なんか。わしのわしめん。急に硬派な感じがすごくない？ね、わしめんは。わしのわしめんはみたいな。そうそうそう。私はわしの方のわしめんやと思った。なんかね。面白いんじゃないですか？ね、四つか。なんかもっと募集しても何か出てきそうな。出てくるよ、絶対。ね、やっぱね、可愛いやつがいいかな。そうだね、確かに。でも、ラブがつくっていうのは確かに、ラブライブのラブもあるし、愛を注いでますよのラブも。そうだよね。ラブが入ってるの多いもんね。ね、やっぱり。ラブ注とかね、それ。ラブ注あるやばいけど。ラブタン、なるほどね。面白い。ラブタン、キャバタン、ヤバタンみたいな感じ。だから、わかんないって。わかんないって、ヤバタンは。わかんない。そんなにわかんない。あんまり若者に理解がないんだって、久保さんは。超帰ったら
グってみる。ね、私も終わったらすごいね。ね、で使おう、早速使おう。そうね、リッピーすげえなーって、ね、今の子やなーって調べてみますね。学校行ってるからね。若いよね。若い若い。学校でね、仕入れてくるから。そうだね。はい、そうだね。素敵だね。いいね。はい。というわけで皆さん本当にね、たくさんのお便りありがとうございます。ありがとうございます。これからもどんどん送ってください。それでは、ここで一曲お聴きください。先月リリースされたばかりのラブライブラジオ課外活動ニコリンパナテーマソング DJCD からニコリンパナでアフタースクールナビゲーターズ。CD カラーニコリンパナでアフタースクールナビゲーターズです。あいやさっきもメールにもあったけどさ、すごいなんか結構衝撃的だね。衝撃的だね、うんうん、でも可愛いかっこいいみたいなね、うん、新しい、うんね、ニコリンパナ、うんうん、はい、ね、というわけでまだ CD を手に入れてないというあなたはぜひぜひラブライブラジオ課外活動ニコリンパナテーマソング DJCD をチェックしてくださいね。ラブライブラジオ課外活動ちょっと奥さん、今日もいっぱいお悩みのお便りが届いてるみたいよ。もう本当にみんな悩んでばっかりいるのね。まあ私たちがちゃっちゃと解決しちゃいます。クション。じゃあ行こうよ。おかん相談室。あら徳井さん大丈夫？風邪気味？なんでもない。大丈夫？大丈夫。ちょっと鼻水プランターだよ。今流行りのプランターやばったんでしょ？プランターがなんか流行ってる。あんたらからのお悩みを私らおかんとりょうが対決しちゃうよ。対決というわけでね、はい、今日もなんかいっぱい届いてるらしいんだけど、なんか大人気らしいじゃない。困るのよね、そういうことされると本当に本当に困るのよ。選ぶ側の気持ちにもね、なってほしいんですよ。なるほど。悩みすぎよ、あんたたちか。そうよ。うん、だよね。私らも、前の回のやつ覚えてないっていう話でさっき盛り上がったからね。ちょっとしかね、生涯年取ってくるとさ、もう。何食べた
だかもう覚えてないもん、思い出せないんだもん、ね、なんにも呼ばなきゃいけないの、じゃあやめて、やめて、俺大好きなんだから本当に読むわよ、頼むよ、ラブライバーネームカウンさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとう、ラブライブのポスターやタペストリーがたくさん出て嬉しいのですが、すでに部屋の壁がラブライブ埋まってしまっています、どういう意味、部屋の壁がラブライブ埋まってしまっています、ちょっとガチよガチ、どういう意味なの、部屋の壁がラブライブで埋まってしまっていますってことかな、ちょっともう久保さんはね、ゴチに気にしちゃう、気にしちゃう、まあすでにその部屋が壁が、部屋の壁がラブライブ埋まってしまってて、天井も侵食され始めていますから、今後もどんどん展開されると思うのですが、どこに飾ればいいでしょうかっていうことで引っ越してほしいですね、もう。そうよ、ひどいところに引っ越して、引っ越してほしいですね。あ、じゃあもう今日引っ越してもらうことで大丈夫、まあ、今日、まあ引っ越す、そうね。どうする、引っ越してもらうのが一番かな、ねえ、徳井さんとかもそう思う、そうね、まあこう、あとなんかパーテーションみたいのをいっぱい置いて、こう壁をさらに4畳半の中にこう壁をさらにどん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 作って貼れるとこ増やすって物理的に、ね、現実的に、そう現実的に徳井さん考えると、まあ本当は引っ越すのが一番いいだろうけどね、ちょっと考えたらこんなのさ、わかるじゃん、どうでもなるじゃん、わざわざ、わざわざだよこれ、そうだよ、ポスター買った時点で、あ、引っ越さなきゃって思わないと、思うと思わないよ、それはあなたがちょっと悪いかもしれないっていうことで、引っ越すってことで、もっと広い家に壁のたくさんある引っ越してちょうだいっていうことで、カノンさん、うちらのアドバイス通り引っ越しなさいよっていうことで、他にも悩んでる人はどんどんメールしてくださいね、以上、ちょっといい、ちょっといい、もう一個来てんだよ、クマスクマス、もうこれ2通分いけるの、これいくわよ、人気なんだから、読むわよ、はい、読むで、そうだ、平和の龍、平和の龍さんから、ありがとうございます、ありがとう、現在就職活動なるものに取り組んでいます、しかし今の不景気では無事就職できるかどうか不安です、よろしければ皆さんで応援していただけませんか、応援してくださればエネルギー満タンで無事内定をもらえることでしょう、どうか応援お願いしますって、これ私たちが頑張れただけでもう内定が決まったらね、そんな全国民に言ってあげるわよ、どういうこと、どういうことよ、なるほど、なんで応援してって、いやです、頑張っ、だそうよね、いろんな息子のことでさえさ、精一杯だよ、そんなね、だってうち下の子はまだ受験も終わってないのに、こんな人、よそ様のこんなさ、言えない、言えない、言えないわよ、だってその分ね、彼か彼女か知らないけれども、うん、応援することによって、うん、他の人が落ちちゃうわけだからそうよね、そう、もう久保さん本当平和主義なんだから、ダメってダメダメだ、みんな頑張ってほしいから、それはもう今日は言わない、優しいんだもん久保さん、ひびくわ、もう愛に満ち溢れて、本当にお母さん愛だわ、愛でできて、そうよ、さすが大家族のお母さん、違うわね、言うわけだ、もういいの、というわけでね、応援はしません、応援しませんということで、はい、もういいのかな、さよなら、ありがとうございました、以上、カン相談室でした、ラブライブラジオ課外活動、ニコリンアナ、3人で合計9にしましょう、はい、メールでもらった数字にまつわるお題を紹介します、3人はそのお題に対して自分が当てはまる数字を発表します、3人の数字の合計が9になったら1ポイント獲得です、時間内に2ポイント獲得することができるとゲームクリアです、うん、残念ながらゲームクリアできなかった場合はエンディング終了後に3人で居残り放送しなくてはいけません、うん、今回の居残り放送のテーマは、うん、自分のことを世界で一番可愛いと思っているナルシストになりきるです、うん、罰ゲームにならないように頑張ってゲームをクリアしましょう、あ、どうしたの急にいいですよ、今そんなに喉使っちゃダメな時間だから、あ、抑えてる感じ、うん、抑えてる感じ、なるほどね、一気にこんな感じになってたからさ、じゃあもうダメだ ねこれ、でも前回さ、ほらついにさ、そうだよ、したじゃない、なんか今日いけそうな気する、ね、いける気がする、うん、じゃあ頑張ろう、元気いっぱい久保さんから、ズバッと行こう、ズバッとオッケー、私から行くの、
いくよ。どうぞ、うん。ラブライバーネーム、ウルトラチョップさん。ありがとうございます。ありがとうございます。パッと思い出せる日本史の年号の語呂合わせ。何個思い出せるかってことですね。いい？もう。もういい？え、待って、今、思い出す。え？はい。あれ？嘘？嘘？そんなに？そんな感じ？いける？え？パッと思い出せるって、ね、パッだから、パだから、そんなに。今そんなに手繰り寄せちゃダメだから。はい。いいよ。うん。せーの、2個！ごめんね。2個。じゃあもう、7だね。2個だった。7か。うん、ダメだったね。ちなみに何？いい国作ろう。鎌倉幕府。私も泣くよと。泣くよ平安京。あと？だけ。何だろう。誰？三個って言ったの？それじゃ三個じゃん。何何？鎌倉と平安京と何よ。何三個って言ったよね。あれ間違えた？もしかして。二個だね。嘘。でも二個にしても結局六だよ。足りないけど。足りないけどね。泣くよとうぐいすが別だと思っちゃった。泣くよ。そう、そういうことね。うぐいすっていう年号があるだって、ね、難しいよ。待って、いい国作ろう鎌倉幕府。うんうん、泣くよ、うぐいす、平安京。平城京もあるじゃん。あるの。うん、でも分かんないの。平城京もあるなと思ってたの。でも、年号出てこないじゃん。そういう年号があるなって思ったからもういいのかなと思ったの。ね、もう次行こう次行こう。まあ結果合わなかったんで。合わないね。はい、次へ。じゃあ次、リッピーやってみる、うん、ね。はい。じゃあ、うん、これはいけそうかな。ラブライバーネーム。これは酒場で一杯さんからです、うん。はい。持っている黒い靴、ブーツの数。黒い靴とはブーツってことだよね。うんうんうん、黒限定で。うん。うん、数えた？数えた。うん、数えた。いける？うん。うん。くよー。ちょっと待ってね。いっせーので、4! あ、3個。4個。あ、やば、4個だった。ダメだね。黒は使いやすいからね。そうなんだ。なんかちょうど持ってるかなって思ったんだよね。そうだね。確かに。そう。残念。残念。残念。惜しいな。ダメだな。じゃあ、うん、私はね、ラブライバーネーム、モランボンさんの、今週1週間で何日お酒を飲んだか。うん。オッケー。うん。これはね、うん、今週何したっけな。今週。うん。今週でしょ。今週で。今週ってことはこの曜日までの先週の土曜日からでしょ。うん、オッケー。分かんないね。行きますよ。うん。せーの、二。え、二。一。ゼロだね。ちかちゃん、毎晩じゃなかったっけ。そうなの。そう。今日ね、あれじゃん。これ打ち合わせしてる時にさ、うん、ね、これはもう久保ちゃんね、もう。付箋貼ってるからねみたいな、うんうんうん、言われて、うん、え、どうしよう、やばい、一回しか飲んでない、やばいやばいって思っちゃったんですけど、ちょっとね、喉をね、ちょっと最近弱くしちゃったから、なるほど、控えていたんですよ。そういう面もあるんですよ。そんな、そう、嘘、なんか私だっていつも飲まないけど、今週打ち上げが2回もあったからね、うん、2回も飲んだんだよ。だから今週絶対いけると思ったの、私さっきこれ見た瞬間に。確かに確かに。でもしかし言わないからおかしいの、忘れちゃったのかなと思って、言ったらば、うん、だからね、私が呼ばない時点で誰かが察してくれるんじゃないかと思ったよね。あー、そうだったんだ。そっちだった。なんか取っといてるのかと思っちゃった。そう、もう最後に揃えて、私ほら、いっぱい飲んでるからみたいな感じでね、合わせてくれるのかな。あんなに不安げな顔してたのに私打ち合わせで、そう、打ち合わせで、そうですねみたいな、なんかさあ、ごめん、気づかなかった。うわー、ダメだね。ダメだったのか。残念。わー、ということで今回は0ポイントですね、うん、というわけで皆さん、私たち3人で合計9にしたらなるであろうお題をどんどん考えて送ってください、うん、以上、3人で合計9にしましょうでした。ここでラブライブからのお知らせです。まずは改めてファーストライブの映像情報です。今年2月19日に開催されたミューズファーストラブライブのブルーレイ DVD が11月21日に発売になります、うん、はい、当日会場に来てくれたあなたはもう一度あの感動を、そして会場に来れなかった人はこの機会に私たちのライブをぜひ体感してくださいね、はい、はい、そしてもう一つリリース情報です。なんとラブライブ関連の楽曲の中から特によりすぐられた曲をギュッと濃縮したベストアルバムがリリースされることになりました、はい、発売日は来年2013年の1月9日
日です。こちら3種類出まして、超豪華版、そしてブルーレイ通常版、そして通常版がありましてですね、あのさっきメールでも来てた超豪華版はですね、あの PV アニメ PV のブルーレイがついていたり、今までの CD13 枚が入るボックスだったり、その他豪華特典がめちゃめちゃついてるわけでございますよ。そして普通のブルーレイ通常版、こちらはアニメの PV のブルーレイと CD が入ってるわけですね、そして CD だけの通常版と3パターンありますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてください、よろしくお願いします。続いてはライブ情報です。2013年1月3日にセカンドライブとなるミューズニューイヤーラブライブ2013を開催いたします。会場は東京ドームシティホールです。チケットの情報などは公式サイトでチェックしてくださいませ。はい、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。はい、はい、お願いします。はい、そしてこの間ね、放送が始まってもう見た方もいるかもしれないんですけども、東京 MX 他にて放送されているリスアニ TV の中で、ラブライブのコーナーができました。コーナーも放課後ラブライブということで、メンバーがですね、ラブライブのメンバーが出てきて、なんか放課後っぽいことをやってました。ね、私も見たら、見たよ、見たら、ね、教室でやってた。そうそうそう、すごいね、いあの本当体当たり系だよね。そうだね、うん、そうだね、うん、割とね、ぜひぜひどんなメンバーが出てくるかお楽しみにということなので、私たちも出る可能性は、ね、あるので日替わりというかパイナーなんですけども出ると思うので、ぜひぜひ皆さん見てください、お願いします。そしてですね、今月末発売の声優パラダイスボリューム14にラブライブがドドンと特集されております。なんとね、こちらは表紙、表紙すごいね、はい、ということで皆さんぜひ今月末ですね、チェックしてください、お願いします。はい、今後の展開や気になるイベント情報、その他いろいろな情報などはラブライブオフィシャルウェブサイトをチェックしてください。以上、2013年初春のテレビアニメスタートに向けてただいま絶賛準備中のラブライブからのお知らせでした。ラブライブラジオ課外活動、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールを大募集しています。 CD や PV の感想、おかん、お悩み相談室へのメール、3人で合計9にしましょうのお題、私たちへのパーソナルのメッセージ、質問などなど、どんどん送ってくださいね。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。はい、というわけで今回、もう年内は残すところあと12月分だけですから、早い早い早いよね。冒頭に戻っちゃったね。また振り返る、振り返るばっかりだからな。いやー、いろいろあったね。そうだよね。いつ、まあ、やかんやかね、うん、年明けにライブやってね。そうそう。で、今に至るね。そうだね。薄い。内容薄い。ね、でもなんだっけ、さっきのヤバトンみたいなやつ。ヤバタン。ヤバタン、ヤバタン、ヤバタン。早速。キャラタン。キャワタン。キャワタン。ラブタンにしようかとかいう、その辺の、推し面的なくだりも募集しておりますので。ぜひぜひ皆さんたくさんメール送ってくださいね、お待ちしてま す, ます。それでは今回のラブライブラジオ課外活動はここまで。お相手は徳井空と飯田里穂と久保ゆりかでした。バイバイ。ラブライブラジオ課外活動、この番組はランティス、サンライズ、電撃ジーズマガジンの提供でお送りしました。始まった？え？びっくりした。今リッピーの目の中に自分がいて超可愛いと思っちゃった。びっくりした。見てみな、見てみな。やばい、私可愛くない？超可愛いんだけど。私も見たい自分のこと。本当誰？本当だ、超可愛い自分。やばくない？やばいよね。ごめんね、なんか可愛くてさ。全然だよ。でも私の方こそ可愛くて本当ごめんね。いや。本当ごめん、ごめん、私が一番可愛いんだけど本当はごめんね。いつもなんか実は言ってないんだけど、なんかね、私も本当悪いなと思ってて、私ばっかり可愛くて本当申し訳ないなと思いながらさ。そうだよね、そうだよね。っていうかさ、可愛くない？このミューズファーストラブライブのパッケージの私可愛くない？私もかわね、私のが可愛いんだけど、なんか笑ってる、あっち見て。めっちゃ笑ってる。私もこっち見て笑ってる。本当だ。私がこっち見てる。すごい可愛い。私も私と目が合ってない。こっち向いて。私こっち向いてよ。もっと、ちょっとこうしたらさ、私見てるんじゃない？あ、そうかも。角度変えたら？変える？これもしかしてさ、私反射してない？私反射して、なんかすごい可愛い子がいると思ったら、私じゃない？
ディスクに映ってる。ディスクやばくない？眩しすぎて映ってない自分が。え、ちょっとこっち向けて。やばいよ。やばい。超かわいい。え、このディスクの真ん中の穴いらなくない？いらない。もう埋めてほしいよね。埋めてほしいね。だって私の顔、かわいい顔にさ、穴が開いたらかわいいもん。うん、そうだ。やめてほしい。かわいいもん。かわいいもん。かわいいね。え、どうするこれ。今日はなんか適当に自分たちでやめろって言われたけど、やめられない系じゃない？そうだよね。だって自分のことを言いたくてしょうがないからやめられるわけがない。だって本当に可愛いんだもん。可愛いね。え、超可愛くない？ね、可愛い。いや、私も可愛いし。可愛いし。でもさ、みんな可愛いよね。だね。うん。みんな可愛いよね。